今日は、着物に最近ちょっと興味が出てきて、着物のコーディネートもそうなんですけど、やはりちょっとヘアアレンジってちょっと着物って洋服とは勝手が違うなと思って、で自分でできるヘアアレンジっていうのをちょっと教わってきたんで、皆さんに、シェアさせてもらいながらちょっと私も練習してみたいと思います。で髪の、あの着物、お着物の時のお部屋ってやっぱりこう巻くことが基本マストになってくるんで、ちょっと巻きやすいようにってある程度ちょっと今日あの下地というか軽く巻いてます。で軽く巻いて、扱いやすいようにワックスもちょっと、つけてます。それで今まず1個目のだからヘアアレンジをご紹介しますね。でこういう風にハーフアップにします。ちょっと緩めのハーフアップ、ハーフアップしてちょっと下に下ろす感じで、次下の落ちてるまだ残ってる毛を2つに分けて、それで、これを緩い三つ編みを作るんですけど、その時にあの出てくる必要なものがこのシリコンゴム、よくあのなんていうのドラッグストアとかになってる、すぐこうやって伸ばしてピンって切れちゃう、これぐらいの、これが結構使うので、これはちょっと用意してください。それで軽く三つ編みにします。シリコンゴムで留めます。はい、2つとも三つ編みにしました。それで、次はその上の、ハーフアップしてるもののこの真ん中をちょっと穴を開けるっていうか空間を開けて、そこにこのハーフアップの毛を通すんです。あのなんていうんだろう、くるりんぱするっていうか、くるりんぱしてこうやって下に下ろします。で、次は下の作った2つの三つ編みをまたさっき通した穴に同じようにこうやって通します。で引っ張る、もう一個も同じようにこの穴に入れて、引っ張ります。先ほど穴に2つ通した三つ編み2本の尻尾をこうやってちょっと中側にというかしまいます。ピンで、そして残ったあのハーフアップのこの毛の先っぽをちょっとシリコンゴムでこうやって結びます。で最後にこの、シリコンゴムで結んだここを中にくるっと入れ込んで飴ピンで留めます。で最後にちょっとこうなんだろう、仕上げっていうかバランスを取るためにトップにちょっと毛をこう立たせるっていうか浮かせて、櫛だったら櫛をこうやってのコームの先っぽを入れてもいいですよね。こうやってちょっとここに膨らみを入れて、で最後にスプレーで、はい、整えます。完成です。で、最後にちょっと前髪をちょっと軽く巻いてニュアンスをつけてみました。で、このヘアスタイルの場合のちょっとメイクなんですけど、これはなんか浴衣とかあと着物でもフォーマルな着物にも割と対応できるようにちょっとこう本当に品よくふんわり仕上げてるので、メイクもチークを血色よく入れて、で目の上なんですけど目の上にピンクの、アイシャドウをふんわりのせてます。でこれはこのバージョンは本当に品よくあのフォーマルな着物にも何にでも浴衣にでも対応できるような風にしてみました。2ポーズ目のヘアアレンジです。
まずセンターパートにしてパキッと綺麗に分けて、真ん中よりちょっと下目ぐらいの位置で今ポニーテールをして、で、いろいろ毛が出てくると思うんで、これはジェルでもうパキッと押さえてます。で、それで、一つに結んだこの毛に割としっかりめにちょっとジェルを、つけちゃってください。そして、三つ編みをします。で、シリコンゴムでこれをまた留めます。ここでなんですけど、これ見てください。これとか今日ちょっとヘアさんに借りてきたんですけど、これとか全部つけ毛っていうのかな、つけ毛なんですけど、これヘアさんは109の地下のビッグ屋さんで買ったらしいんですけど、本当に洋装から和装から何にでもすごい使える便利なものらしいんですね。で、今日はこの中のちょっとこれを使いたいと思います。で、これを、この結び目のゴムを隠すっていうニュアンスで下から巻きつける。で、ここでクロスして落としてください。はい、このトップを U ピンで留めて押さえます。最後にこの自分の、髪の毛で作ったこの三つ編みの尻尾を内側に入れてアメピンで留めます。これでいいんですけど、もしもうちょっとこうなんていうの、収まりを良くしたいっていうか、きちっと、セットしたいなっていう方はこうやって U ピンで押さえてください。はい、完成です。じゃあこれでヘアが完成したんですけど、ここでちょっとメイク、これは結構これはちょっとなんていうんだろう、モードっぽいというかファッションっぽい髪型にちょっとヘアにしてみたんで、メイクもファンデーションをさっきのバージョンよりはもうちょっと控えめっていうか、こうちょっとすっぴんっぽいっていうかナチュラルにして、でポイントをちょっと目に持ってこようかなと思ってます。で、目をこれ赤いシャドウなんですけど、赤いシャドウをなんていうんだろう、アイライナーを引くように目の際に引いていきます。じゃあ完成です。今回2つの、着物の時のヘアのアレンジっていうのをご紹介させていただきましたけど、思ったよりすごい簡単にできちゃうんで、なんかまあもちろんお着物で今回あれですけど、結構洋服でもいけるかもって、皆さんもぜひ、挑戦してみてください。